エバートン女子チームは24日、なでしこジャパンの MF 林ほのかを獲得したことを発表した。ユースを過ごしたセレッソ大阪サカイレディースでデビューして名を挙げた林は、2020年12月にスウェーデンのエイクへ移籍して初の海外挑戦。2022年夏からウェストハムでプレーしていたが、昨季限りで契約満了となって退団していた。 同じイングランドのウィメンズスーパーリーグで昨季8位フィニッシュしたエバートンへの移籍が決まった26歳の林は、エバートンのようなビッグクラブに加入できて光栄です。新たな挑戦を求めていたところでした。クラブの成功のために全力を尽くします。素晴らしいファンの前でプレーするのが楽しみですね、と抱負を語った。なお、なでしこジャパンで33キャップを記録する林は、 25日に開幕するパリ五輪の代表メンバーにも名を連ねている。